はい、4月9日日曜日の、ね、予想が整ったということで、動画を撮っていきたいと思います。本日はね、中山が8列、そして福島が9、10、11、12と後半の4列と。で、阪神もちょっとね、考えてみたんですけど、まあ、オッズとの兼ね合いでちょっと断念せざるを得ないかなというところで、本日はまあ、この8列。まあ、大箇所はね、 まあ前日に出していますので、もし気になる方はね、そちらも見てもらえればと思いますので、よろしくお願いします。では、簡単にね、えー、本題に入っていきたいと思いますのでね、まあ、気になる方は、まあ、このまま、あのー、最後まで、えー、見てもらえればと思います。はい。えー、簡単に、まず、中山8レース、軸を4番にしまして、相手を2番、6番、7番。えー、福島の9レースは、えー、軸を3番にしまして、 相手を8番、10番、12番、15番。福島10レース、軸を7番にしまして、3番、8番、9番。そして、11レース。軸を5番にしまして、相手をちょっと多めにしたんですけど、1番、3番、4番、11番、16番。そして、福島の最終レース、12レースですね。軸を9番にしまして、相手を1番、5番、7番ということに。 なりま,すまあざっくりねこう皆さんがパッとこれを見て、えーまあ、オッズと、まあ、こう印と照らし合わせると、まあ、なんとなく見えてくるんだと思うんですけど、まあ、基本的にあの1番人気から3番人気をまずちょっと省いてそれでもちょっとねオッズとの兼ね合いであ3番人気でも、まあ、これぐらいつくなら3番人気を入れようかなとか、まあ、2番人気を入れようかなとかまあ まあ一番人気の金屋でもそんなにオッズつかないので、どうしても一番人気は入れられないんですけど、まあそんな買い方で、ちょっとね、まあオッズと、この、馬の能力とこう、天秤にかけて、比較して、まあ毎回毎回予想させてもらってるんですけど、まあいったら、まあこんな感じで、特に11レースはね、確か軸馬が、5番が2桁人気だったと思ったんで、まあ、手広く流しても、まあ、元はね、来ればですけど、来れば元はね、 えー、取れるかな？というところでちょっとね。点数を増やさせてもらいました。はい、えー、簡単ですけど、桜花賞当日の、えー、4月9日の予想をね。終わりにしたいと思います、えー、今回も最後までね。ご視聴誠にありがとうございます。ではでは。